前回の動画ではこのケル動作は、上半身の動きが大事だよって言いました。中でもこの体がこう前に傾くんですが、それと同時に体が後回旋してます。右足やったらこう、左足やったらこう、はい。なのでこっちを引く力が大事だよというお話でした。じゃああと一つ重要なところが残ってますよね。そう、蹴る時の軸足です。この軸足がバランスをこう取れない状態、このバランス力が悪いとこう蹴った時にグラグラグラってしますよね。なのでこの左足のバランス力を鍛えることもまた重要になるんですよね。なのでそのトレーニング方法についてお伝えしていこうと思います。で、バランス力を鍛えるってなってくると、もう片足立ちに勝るものはないです。ただこの片足立ちっていうのはサッカーボールを蹴るときに比べると、ただ単にこうバランスを取ってるだけでこの体の動きには対応してないんですよね。はい、なので何かしら意図的にバランスを崩すっていうのは重要になるんです。で、そのバランスの崩し方なんですけど、レベル1としてはただ片足立ちを行うことです。はい、それからそれにちょっと慣れたなっていうところが出てくれば、こんな感じで自分のつま先を触りに行くように、はい、で、体を動かすと視点というか重心がコロコロ変わるので、自分のバランス力を保つために足の指の力が必要だったりとか、かかとに重心を乗せなければいけなかったりするんですね。なので前に行けば行くほど足の指が力を使います。後ろに行けば行くほどかかとの方に体重がかかって、ももとかこの骨盤周りを使うことになるんですね。なので意図的に体をこう前後に揺らして、ちょっとこう斜めに軸をずらしていったりとか、はい、ここのバランスを取るときでもやっぱりこの上半身っていうのパワーは必要になります。前に行けば体は前に行くし、足が後ろに行けば体が後ろに行くし、この右手、反対の手ですね、こっちの軸足に軸足にこっちの軸足に対応するの反対の手になります。体全体を使いながらバランスを取っていくっていうことが重要になります。それも全然いけるよっていう人に関しては、軸足に対して反対の手でダンベルを持ってみてください。はい、結構難しくなってきます。よいしょ、はい、この軸足の支える力、バランス力っていうのがないと、これを蹴った時にパワー伝えれないんですよね。なので蹴る動作においてこの右足を強化する、ストレッチするだけではなくて、上半身も動きも重要になってくるし、左の軸足、反対の軸足も重要になってきます。はい、ぜひ試してみてもらって、しっかり筋肉を動かしてバランスを保ってください。こういうのは1回やっただけで効果が出る場合もあれば、あんまり効果が出ない場合もあります。ただそのバランス力とか、なんかグラグラしてるなっていう、グラグラしてるっていうのも、なんやろな、位置を修正する力っていうのは日ごとにアップしています。以上、
つもりの体チャンネルよりつもりがお送りしました。ご視聴ありがとうございました。それではまた。